ユンタクラフテーナイト、ユンタクラフテーナイト、岡田光太です。やってきでございます。さあ始まりました、ユンタクラフテーナイト、よろしくお願いします。おわお指笛、はいはいはいやすこえね、はいさーい、はいさーいね、そうなんですよ。はい、今日7月10日は、はい、指笛の日ということで、はい、まあ、私が指笛吹いちゃいましたってことですね。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、引き続き、はい、ゲストの方、はい、来ております、はい、いただいております。すみません、はい、ちょっと2杯目入って2本撮りなので、はい、ちょっとろれつが変なことになりましたけども、はい、指笛の日にふさしゅはいはいはい、いいやん、こんな噛むことある、むちゃくちゃやん。ちなんでね、何に指笛にちなんだゲストね。あ、指笛にちなんだゲストも意味わからんすね、はい、これ、はい、ふさわしいスペシャルゲストをお迎えしております、はい、先週に引き続きダウンタウンデラックスの演出、遠藤真也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この記念すべきね。いや、本当に。嬉しい。まさか。はい、まさか。いや、本当に。ゆかりだよ、HP。そんなすごい日じゃないし、こんな、なんの。なんですか、指笛の日って。わからんけど。あるんですね、一応 ね。沖縄県は指笛とはすごいね。確かに。あれが強いから。沖縄の人ぐらいじゃないですか、指笛。沖縄の人ってみんな行けるんですか？みんなはいけないんですよ。あ、ただ、できないと、できた方がかっこいいから、うん、特に子供の頃って。いじられますやっぱ。そう、できない。できないっていじられしないよ。だけど、できた方がかっこいいって終わるから、みんな、できない頃自慢していくから。はいはいはい。だからそれでみんな練習し始めるんだよ。うん。ちょっとピーピーやったら絶対出るんですよ。なる場所を探せば。難しいことではない。ないですよ。誰でもできます。ええー。はい。できないことなんかないですよ。いや、かっこいい。できないと思うのは自分の弱い心だけだから。あ、そうなんですか。何でもできます。はい。でもできる。はい。はい。ということで。はい。金言もいただいて。いや、本当にありがとうございます。今日嬉しいな。引き続きありがとうございます。はい。とんでもないです。ちょっとね、先週、うん、やっぱ短い時間だったんでね。そうですね。やっぱり聞けないこともたくさんあったので。はい。まだまだ掘り下げて。はい、そうですね。この世の中の方々に、うん、もっともっとテレビを好きになって。うん、確かに。映像を好きになって、ね。嬉しいですね。うん。出る側だけじゃなくて、こう制作の面も実は面白い。いや、そうですね。これはプライドあって実はやってますということもあるんでね。うん、うん。はい。そういったところもね、もっともっとお伝えしていきたい。そしたら読売テレビ、来年の倍率、ガーンと上がったりね。うん。する可能性もありますから。確かに。なんかやたらと沖縄からの志願者多いな、みたいな。ああ、そうですね。ね、確かに確かに。そういうことも出てきますから。ラジオを聞いて、ね、応募しましたって、はい、言ってくれるかもしれない。残りますもんね、そういう人。ね。それなんか、立候補欄に書いたら、一次審査はもう、はい、そうですね。突破する。エンドワーク。ほんまですか？それでエンドワークで。ユンタクさん、話しておきますわ。あら、シード。シード。ユンタクシード。ユンタクシード。ユンタクシードあるの。すごっ。なんかね、うん、ありますか？僕ばっかり聞いてますけど。あ、いやいや、もう僕もちょこちょこ聞いてましたけど。でもね、はい、僕、大好きな、同じく大好きなダウンタウンさん。はい、あもう、人志も大好き。人志松本さん。はい。まさとし浜田さん。浜田さん。で、今日ね、遠藤さん来るから、はい、昨日の夜11時ぐらいに、はい、一応、ハリウリさんに電話して。おー、はいはい。明日空いてないと。はいはい。で、聞いたら、うん、今日大阪にいたんですよ、かな。うわぁ。そう。浜田さんがモノマネしてる人や。そう、ね。浜田さんの。そう、浜田さんがモノマネしてる人。塚ちゃんだってプレゼントしたんですよね。そう、あれほんま。すごい優しい。優しいですよ。めちゃくちゃ優しいですね。そう、その、呼んだんすけど、ちょっとこれなんかって。うわぁ。まあ、またちょっと違うタイミングでね。はい、遠藤さんがまたちょっと3回見らっしゃるときに、そうですね。有吉さんは、この4回目ってことは、まあ、要は4回目。自然とね。自然と。多分、今回のラジオで、ね、皆さん、この、日本撮りのことをね、勉強されたって、ね、そういう手法もある。制作の裏側じゃないですか。確かに。裏側。先週の見ていただいたら、そういうことです、ね。そういうことです。確かに。そういうことです。日本撮ってますんで。そうです、ね。そうすると、来週実は稼働がなくなると。いや、そうですよ。はい。上沼恵美子さん、終わりましたけれども、はい、おしゃべりクッキング、お10本撮りですからね。えぐいっすよね。びっくりした。レッドチェアの YouTube で、カイナさんの回ね、10本撮りであれなくなるのがちょっとショックで、みたいな。俺、あれ、レッドチェアめっちゃおもろいですよ、上沼さんの回。めちゃくちゃ最高です。その質問されて答えるっていう、大谷翔平さんとか、水の稲葉さんが出られてるんですけど、質問をされるんですけど、大阪のおもろい、お笑いどうですかみたいな。おもろい。東京のお笑いどうですか。おもんない。
最高いい、ね、最高でした。しかも、いいね、その後の、持論も完璧なんですよ。めっちゃわかるっていう。すごいですよ。その納得するだけやった。東京のあれは。ちゃんとできて綺麗やけど、その、笑われ、みたいな。ようできてんな、っていう。こんなんできますっていうのはちょっと出すぎてみた。確かに、思う節あるというか、結構。だから、ラブだけじゃないってことだよね。なんかそうですね。うん、システムっぽいっていうか、うんうん、すごいシステマチックで、かっこいいのが東京。東京、うんうん。大阪はちょっとそことはまた違いますよね。ちょっと人間味。やっぱり、上沼さん、6、7年一緒に番組やらせていただいてたんですけど、釘付けという番組で。やっぱり、なんやろうな。まあ、面白い人ってね、たくさんこの業界で見てきてますけど、はい、やっぱ上沼さんに関しては、このお笑い、お笑いか、まあ、芸能界で一番ドリブルができる人やと思ってます。すげえ、はい。ドリブラー。はいはいはい。やっぱりどっかで、どんなトークのパスもらっても、はいはい、全部自分でこう組み立てて持ち込んでいって、で、自分のエリアに持ち込んで、うんうん、最後シュートを決める。これが一番できるのかな。なるほどね。三笘だ。三笘、今で言うと、はい、三笘ちゃんね。三笘さんかなと思ってて。で、その尺ももう、だって、10分でも平気で喋れる。ね、もちろん。テレビでもですよ。はいはい、ね、うん。漫談じゃなくてもいける。なんで、あの力はやっぱり、東京来てもいないですよ、ね。結構、確かに僕もいろいろ、まあ、収録という現場には、うん、まあ、マネージャーとしていろいろ行かせてもらいましたが、今日、上沼さんって、めちゃくちゃ、本当に喋るじゃないですか。めちゃくちゃ喋られます。で、それが、もう本当に一部しか使われないじゃないですか。はい、収録の時間上、オンエアの時間上。あれはやっぱり裏の方知らないですからね、テレビの方はね。そうです、ね。神様があんま喋ってるって。ああ。うわ、もったいないですね。あれ実はすごい面白いよね。どうにかできないですから。すごいね。だから、エミチャンネルとか観客席入れてたしてるかしら。あ、ね、あ、ね、入ってましたね。釘付けも入れてました、ね。入れてます。ね。ほら。だから、それライブで。そうそうそう。ライブ会。本当にすごいですね、あの方は。よく喋る。はい。本当によく喋る。本当に、すごいです。ドリブルが。ドリブルがね。高田さんも結構ボケるも、ボケる。高田さんもボケるですが。組み合わせ最強やな。そうですね。漫才は発明品ですよね。組み合わせは。はい。上沼、高田のだからね。うん。確かに。漫才や。うん。確かに漫才だね。やってることは。ね。すごいわ。これは面白い。ダウンタウンさんね、それで。そうやったら。ダウンタウンさんとの一緒にお仕事をして、昔から好きだった。もちろん。人とのお仕事ってのは。ね。これは、なんですかね。やりがいがあるというか。はい。もちろん、怖さもあり。はい。やっぱりいいものをやっぱ続けていかないといけない。はい、ね、歴史があるもの、はい、どうですか、うん、やってみて。いや、まずはちょっともう、わけがわかんないですよね。その、そのやってる、お仕事させていただいてることが、レベルですけど、うん、なんすかね。本当に、なんだろう。もちろんこっちは、作り手として提示した形で、はいはい、あとは、あの二人がいるから、おもろくならないことがもうないっていうふうに思っちゃうんですよね。で、打ち合わせも本当に短いし、浜田さんも本当に、浜田さん用のこうメモがあるんですけど、はいはいはい、パーって見られて、はいはい、もう流れつかまれたら、もうあとはもう浜田さんの世界観でデラックスってもうバーンって回していただいて、もう松本さんなんてもうないんですよ、打ち合わせが。ないんです、ないです。もうないんです、はい。ないんです。で誰が出るとか。はい。だけまあ、それはもちろん分かってます。ぐらいで。今日のラインナップですから見るぐらいで。はい。なんでこんなことが瞬時に出てくるのかっていうところを、本当に一番間近でね、うん、収録の時に見させていただけてることが、はいはい、やっぱすげえなっていうのがありつつも、はいはい、まあ、とはいえ、面白く絶対になるんですけど、すごく汗をかかせてしまってる回もあるわけですよね。はいはいはい、自分たちの構成が甘いがゆえに。はいはいはい、そういう時はもう本当にこう、あ怖いですね。なんでこんな、こんな、言われるかも。そうですね。もう言われるかもっていうか、あれですよね。なんでこんな、下手なものしか作れなかったやろ、こっちが手にできなかったやろっていうものが、別に怒られるのはいいんですよ。はいはいはい、あでもやっぱりね、その流れがスムーズじゃないとかね、うん、キャスティングがもうちょっといけなかったから、あそうそう、っていうところで、うわーなんか、申し訳ないなって思うところはやっぱり、だって絶対最高の料理を作ってくれる職人二人なのに、うんはいはい、その材料が悪いって。なるほど、なるほど。ね、はいかな。いや、全然そんな、あれですよ、僕らなんてまだね、歴も短いですし、うんはい、そんなになんかこう、いっぱいおしゃべりできるわけでも、ねうん、ないですけど、はいはい、やっぱ優しいですけどね、何なんでも、うん、すごく。確かに優しい。優しいです、ね。岡田さんもだって、
あ、お会いした時って。いや、むちゃくちゃ、だから最、僕はもうほんまに、うん、もうほんまめちゃくちゃ好きで、その、さ、あの、収録でも、うん、その、陣内さんが、岡田くん初めてやんな、はい、ダウンタウンさん、うん、って言ってくださって、うん、あ、そうです。でもほんま好きで、犬マン見てました、うん、って言うぐらい、もう犬マンって、そうそう、二人も、その、よう、あんな見てるやつ、誰もおれへんわ、って言ってるぐらい、うん、結構その、VHS の、テープですよね、だから、うん、の中の、なんか、漫才を何年かぶりに、やるって言って、10年目かなんかで、特別にやるっていう、その単独の V のマクマの映像なんですよ。それめっちゃすごくて、面白ってなって。だから、もうめちゃくちゃ見てたというか、全部映画も見てますし、ビジュアルバムとか、そういうやつも見てますし、トーズとか、で、めっちゃおもろいなって。ってた人が、だから一緒の感じですよね。うわ、目の前にいるわ、って。だから、なんか、逆に、なんか緊張とかじゃないというか、うん、意味わからん、うん。そうですよね、本当にそっちなんですよね。で、すごいもうだから、その犬マンって言った時に、あ、というか、まず最初に、観覧のお客さん混じってるやん、みたいな。はい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 。その、誰がなんすかって言って、た時にも、あ、この人はほんま、というか滑らへんねや、今日って思いました。うん。うん、何言っても多分大丈夫、うんうん、っていう。なんかちょっとこう、うん、岡田さんが下手な感じになった瞬間があったじゃないですか。ありましたね。あれを、ググって。そう、あれを松本さんが拾って、うん、なんならその回の縦軸にしましたし、ね。ああ、それで。それのがすごいですよね。すごい。だから普通のこと言うてるっていうね。そう。その、天丼みたいなのが続いていく風に。あれをずっと続けるかな。そう。いや、また言うてるみたいな。そうそうそう。そんなことっていう。あれをやり続ける。はい。だからすごいな。いや、僕らあの収録の翌日、はい、やっぱ中華で飲んだもんね。ちょっともう乾杯したもん、ちゃんと、ね。乾杯した。昨日よかったなーそう。はい、いやーです。いや、そしたら上田さんも来てくれて。うんうん。上田さんも一緒にも、乾杯しましたもんね。なんなんでしょう。だから、あそこまで行くと、ね、やっぱりもう、必死な出演者の方ももちろんいる、うん、もちろん、それはもちろん当然なんですけど、はいはいはい、なんかこう、なんならこう、みんなにお土産を持たせて帰らせるぐらいの、なんかもう、まあ、MC をやってるじゃないですか、やってます、やってます。ね、なんかみんながこう、なんかすごい現場に立ち会ったなって帰るぐらいの、はいはいはい、もうなんかもう、次元が違いますね、違いますほんまにすごい。ただおもろいだけじゃなくて、みんなお土産持って帰ってる。確かに、ね、確かに。確かにお土産持って帰りましたね。うん、ねえ、ですよね。よか翌日だってね、それでやっぱりいいお酒飲めましたもんね。飲めるわけですからね。やしもう、ポッドキャストの収録やったんですよね。たぶん、ダディアクスの後。うんうん、日本放送行って喋った時、うん、もうあの、引退していいっていう。もう、もう、ダウンタウンでやってたんで、テレビの方引退していたって。やっぱり、ここから。言うぐらい、やっぱ、すごい日でしたね。あともう、浜田さんが喋ってくれたのも嬉しかったですね。前室の。前室で、裏で。裏で、はいはい、なんか、それこそ、僕があの家なんで住んでんのみたいなので、そのタワマンに引っ越さへんのみたいな、なんか、のあった時に、浜田さんは、タワマンとかええわみたいな。ええやんな、みたいな。で、なんか横にしたら、ちょっと遠いじゃないですか、とかって、めっちゃわかるわ、みたいな。ずっと言ってくれたり、あと、しんすけさんのお店、うん、日本焼肉長谷川の話もちょっとしたときに、はいはい、あれ、俺も行って、長谷川ってお寿司屋さんやってんけど、しんすけ師匠ってわからんくて、うん、で、なんか、飯食ってたら、なんか店員さんがしんすけさんに挨拶しときますって言われて、うん、どういうことみたいな、うん、思ったけど、あ、長谷川って長谷川君彦やから、はい、あの長谷川でしんすけさんなんや、うん、みたいな。な、わかったわ、みたいな。なんかもうめっちゃ孫と喋ってみたいな感じで、全部喋ってくれて、はいはい、めっちゃ、だからお土産ですよね。ねえ、いや、本当にそうなんです、うん。だからあの、デラックスって、他のダウンタウンさんの番組はあんまわかんないですけど、うん、デラックスって、スタジオの、スタジオの中のなんか横のたまりみたいなところに、浜田さんがいて、はい、で、本当の前室には、はい、ソファーに座った松本さんがいるんですよね、はい。そうです。あれはまた不思議な構図ですよね。うん、あれだって、そう、それをこう、見たときに、うん、うわ、あれや、なんか、あれ、プロフェッショナルでしたっけ、なんか、情熱対立か、どっちかですけど、うんうん、
見たやつやと思って、これ浜田さんがみんなで喋ってる、はいはいはい、スタッフとね、喋ってるやつやと思って、あれなんかいいよね、あれいい、あれいいわ、あれ作り、いや、よかったです、嬉しい。しかもデラックスってさ、結構の頻度で、撮影は収録終わった後、はい、そのスタジオの中で結構演者さん写真撮ってんね。うん、撮ってます、撮ってます。あれが結構あるあるなってんすかね。デラックス出ましたって。結構ありますね。普通の番組あんまないと思うよ、うん、そこまで。ああ。スタジオの中で撮るっての。確かに。なんかデラックスはそれが結構多分出演者にとってのステータスになって。いや、うん、そう言っていただけるとめっちゃ嬉しい、ね。それも SNS に乗っけて、ね。僕の中で、その、まあ、要は、まあ、僕が演出今2年やってるんですけど、はいはい、まあ、演出になるときに、まあ、デラックスってどんな番組やっていう、まあ、ある意味ブランディングだと思うんですけど、でもすごい考えて、うん、まあ、演出になるときに、はいはい、まあ、やっぱりダンタさんのね、番組もたくさんあるんで、はいはい、まあ、その中で埋もれてしまわないようになんですけれども、うん、で、まあ、まずダウンタウンデラックスの、多分一番の特徴は、ダウンタウンさんがまず二人 で出られてる番組、うんうんうん。で、実は今もう MC やってるのって三つしかなくて、おレギュラーで言うと、ガキツカと水曜日とうちしかない。二人で出られてるって。はぁ、うん、で、さらに二人で、がっつり MC してるのと実はうちしかない。確かに。横並びで。そうそうそう。そうそう。水曜日あれだし。そう。もう一個ガキつくから。ああ、そうか、そうか。他の映画さんもたくさんいる。すごい。っていう中で、まあ、やっぱりまあ、ダウンタウン二人を、まあまあ、本当にガッと。うん。もうダウンタウンを凝縮した、それこそまあ、漫才的な掛け合いも含めて、はいはいはい。見れるっていうのがデラックスだよっていうのがまず一個。うん。で、もう一個は、やっぱこのゲスト側なんですよね。はいはい。ゲスト側で、で、デラックスって、いろんなジャンルのゲスト出るじゃないですか。うん、はいはいはい、芸人さんだけじゃないし、はいはい、本当にミュージシャン出たり。梅沢富美男とかね。梅沢富美男と大御所も出るし、はい、ね。それこそ YouTuber も、はい、すごいガーッと出た時もあったし、はいはい、アイドル出るとかスポーツ選手出るっていう、うん、本当になんかいろんな業界から出ていただいて、うん、めちゃくちゃストロングスタイルでトークをやるっていうスタイルになってるわけじゃない。なんかこれが、まあ本当にこれはもう僕が勝手に言っただけなんですけど、なんかこう、デラックス出れたら、なんか、タレントさんとして、うん、いや、めっちゃ一個、はい、まあ、なんていうかな、まあ、一人前ですごいおかましいですけど、うん、いや、なってる。まあ、ミュージックステ、音楽、それがミュージシャンやったらミュージックステーション。なるほど。なんか、タレント界全体の、なんかミュージックステーションに、デラックスがなったらいいなって思ったんですよ。はいはいはい。それ出れたら、なんか、お、ちょっと、うんうんうん。それでいろんなジャンルで出れるじゃないですか。はいはいはい。うん、って思った時に、そうそう、だからセットとかで写真撮ってるっていうのが、自然とそういうことになってくれてるのかなと思って。そういうことか。だってもう出たら、そうそうそう。引退しますから、ね。言ってるやつも言うから。出たら引退言うてるから、あれ出るってそう。うん。そう。だってデラックス出た以来の、テレビ復帰は、短歌の番組だと思うね。あ、NHK のね。NHK 短歌だ、ね、これは出たい。これは出たい。これは出たい。NHK 短歌は出たい。まあね。星野真由さん MC の朝5時の。いいじゃないですか。引退しなくてよかった。よかった。引退したら出てないから。こっちももうテレビやらないって言ってるからな。ね、NHK 短歌だったら、どうだろう、どうって言ったら、お、これは出ますよ。NHK 短歌出たっつって。NHK 短歌出た。今気づいたんですけど、実は、これあれじゃない。朝の私服の時の。おー、そうです。ほんとだ。これも、それも、これも。そうです。最下位のやつだ。最下位。過去最低。一番安かったっ。一番安かった。現地調達したやつね。沖縄で、沖縄手ぶらで行って、着替え持ってないのと思って、はい、暑いから汗かくのに、そしたら現地で調達しました。ハンバーガー食べたことないです。アパレルを知らないと思って。そうですね。アパレルショップとしてね、利用してるっていう。いやでも、いやいや、本当に嬉しいですよ。本当皆さんに出ていただきたいです、デラックスは。いやいや、本当に、またね、機会があったら岡田くんも。出ていただけるんですか、ぜひ、お願いします。お願いします。もちろん。はい、お願いします。これ、これ一個、もう一個来たかったんですけど、はい、これ聞きたい人いると思うんで、はい、これ結構業界の人もね、ちらほら聞いてますので、はいはい、このゲスト、すごかったなとか、はい、あー、うん、確かに。うん、なんか、また呼びたいなっていう。はいはいはい。デラックスですか？デラックスでもいいし、別に別の、うん、もう何でもいいですよ。本当ですか？トータル人生の。あ、すごいと思ったタレントさん、ね。タレントさんと。はい、なるほど。はい。だから、だから、うん、もちろんダウンタウンさんと、はいはい、さっき言った上沼由子さん。上沼さん、スプリプラ、はい、ありつつですよね。はい。あ、それで言うと、僕ほんますごいなと思ったのが、はい、思ってるのがですけど、はい、僕劇団ひとりさんってめちゃくちゃ、ツークール、ワンクール限定のバラエティをツークールやらせてもらって、はいはい、
あの、任意同行願いますかっていう、まあ、番組だったんですけど、うん、それが劇団ひとりさんと、ファーストサマーウィッカーさんと、クリピナッツの DJ 松本さんが、はいはいはい、2年前ぐらいかな、はい、やって、で、その番組が、まあ、いろんな気になる業界にアンケートばーってばらまいて、うん、そればーって回収して、それをもうほんとその3人の MC に呼んでもらって、気になる人を、まあ、呼び出して、はい、トークするっていうんですけど、ほんといろんな業界なんですよね。はい、なんかもう、ヌードモデルにアンケート取りましたとか、IQ、なんか、上位 3% しか入れないメンサに出しましたとか、もう、ほんとそういう、ほんといろんなジャンルでやったんですけど、うんうんすぐ。はい。もう、どんなジャンルでも、ひとりさんってエピソードトークがあるんですよ。あの人でも興味がありすぎて、はいはいはい、とにかく。はい。すべてのことに興味があるから、それができちゃう。こう、アンケートに書いてあるけど、ちなみに俺はさ、ってこう、そこに関することがあるんですよ、ね。すごいそう。で、ちょっとロケバスとかで喋ってるときに、ひとりさんが何これ。あるんですか、うん、まあ、それももう1年前とかなんでね、はいはいはい、もう喋り倒してるかもしれないですけど、3D プリンターに今凝ってる。おぉ、こんなもの作ってるんで、家にあるんですよ。で、何作ってるんですかって言ったら、上田正史さんのおとぼけ課長の銅像を作ってる。なんでやねんなんでそんな、おっといっぱいあるじゃないですか。何でもいいじゃないですか。3D プリンターのおとぼけ課長のやつ。もうなんかもうその、なんか、チョイスも含めて、素敵やなっていう、興味の幅が。おもろ。あの人の、そう、あれのアンテナの張り方はちょっとエグいなっていうのは。いや、いいな。好きっすね。あ、劇団ひとりさん。確かに。すごい方だもんね。いや、めちゃくちゃすごい。めっちゃおもろいし。めっちゃおもろいっすね。意外と演技力とかの方に行きがちですけど。確かに。そっち持ってるもあるし。そっちあるんすよね。そっちや。トーク、どんなに言われても。そう、うん。確かに。こだわりも強いしね。こだわりもめちゃくちゃ強いし。うん、なんかもう他局、というか、アメトークとかでも、うん、なんか自分でなんか変な映像とか、結構演出して作ってるじゃないですか。めちゃくちゃいち早くドローンとか、そういうなんか家電芸人でやったりしましたもんね。ああいうことなんですよね。そう。何でも買っちゃうし。そう。うん、なんかそれいいっすね。だから奥さんが、またいいんでしょうね、きっと。ね、大沢さんがね。されてるんでしょうね。うん。うん、この人の個性は自由にして、うん、確かにしっかりと蓄えを持ってきてくれてね。うん、いや、いいですね。キャンピングカーもね、持ってこう、ね、余裕全部やってると思ったらね、キャンピングカーでずっとオナニーしてる歌してる。おわ、外で。すごいな、キャンピングカーめちゃくちゃ早いですよね。もうめちゃくちゃ早い。もう誰もキャンプとかやる前から持ってんの。ドラマの仕事も結構あったから。そう、そこで、それで来ちゃったりする。そうでして。あー。なんか文集のなんか連載で書いてたんだけど、最後のオチは、ただ一つ気づいたことがある。ものすごく恥ずかしい。恥ずかしい。で、あと多分劇団さんが、うん、当時ココイチの、話を書いてて、うん、実はココイチのルーって、うん、無料、おかわり無料だったんですよ。昔。だからちょっとご飯の方が多いなって時に、行ったら、同じの入れてくれるんですよ。無料で。そう。多分俺はそれ、劇団さん書いたから、一気に認知度が広がって、ここ一は大変になっちゃったはずなの。うん。だそれから、有料になった。劇団ひとりさん。って俺は思ってる。見た後から。広がります。実際自分でしたし。いけた。いけるんすいけたのよ。その当時は。当時いけた。今はもう有料になってる。これコロナ前にもう有料になってるから。コロナ禍で誰か現、なんか、上がったとかではなく。ではなく。流行った。流行ったからだと思う、俺は。これは危ないこと。ここまで来たら。そうそう。それはありましたよ。なるほど。聞き団さんいいですね。いいですね。いやいやいや。いや、いい話。はい。聞きましたけど、まだね、始まってなかった。そうなんですよ。始まるタイトルコールがまだなかったんで。ラビットぐらい送る。はい、本当に。ラビットが、ちょっとうちらも好きなんですよ。こちらの方がそれ、励ったんですよ。なるほど。ラビット後乗りっていう。後乗りですね。聞いてたんですかね、ラビット。聞いてるか。聞いてるか。もしかしたら。それでは、タイトルコール一緒になりますね。わかりました。はい、そろそろ参りましょう。岡田浩太と、やつねきと、遠藤慎也の、ゆんたくが上がっていないと、言えてなかったっすよ。
言えてました。早かったですね。ここに厳しいな。隙間ありましたね。隙間ありました。これなんか大事。隙間ありました。こんな大事ちゃうから。そういうメッセージだったんですね。ええです、作り手としてやっぱそういうのは分からないとダメですね。ええ、そんな。ちょっと台本チェックで僕が分かる。長いな、長いな、ここ。そんな。そんな。反省するとこちゃう。いっちゃいました、このまま。いっちゃいました。はい。この番組は FM21 沖縄県浦添市のコミュニティラジオ局から iPhone 修理ならアイサポー、有限会社昭和厨房設備、株式会社氷組、フレッシュミート大城、株式会社レント、炭火焼き鳥ゆくる、沖縄スイミングスクールグループ、浦和畳店、フットクォーターズ、水晶鍋で食べるしゃぶしゃぶのお店、三別亭、眼中の扉、アイスがもたらす笑顔のためにフォーモストブルーシール、北海道別海町ふるさと納税、藤田誠一郎率いる藤田金属、以上各社の提供と公園浦添市で毎週月曜日13時から14時の1時間でお届けいたします。また YouTube 岡田とラジオでアーカイブ配信をしておりますので、日本全国どこからでも聞くことができます。今回のラジオは3人でゆるくおしゃべりをお届けいたします。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。これ藤田誠一郎率いる藤田金属が、あ、八尾にある。あ、それでほんわかテレビ。大阪に出てたんですよ。大阪の八尾にあって、町工場で、鉄フライパンを作ってる会社なんですよ。はい、で、これ岡田くんはこの会社と、はい、オリジナルフライパンを作ってて。はい。はいはい、それを一応、販売もしています。なるほど。はい。ということでございます。はい。なので、もし何か大阪で、はい、はい。お探しの場合には。よろしくお願いします。さあ、ここでちょっと一個企画をいきたいと思います。はい。遠藤と岡田が入れ替わってるさあ、こちらの企画はですね、もしも遠藤さんと岡田くんが入れ替わったとしたら、はい、それぞれ何をするか妄想するコーナーでございます。ほう。はい。なので分かりやすく言いますと、はい、遠藤さんが完全に岡田くんになりきって、はい、まあ、YouTube をどう撮るかも含めて、どう行動するとか、はい、なるほど。ね。とかも含めての入れ替わり。岡田くんは逆に、遠藤さんになるので、僕東大出身。はい、東大出身。じゃあ、まず。部長賞、局長賞。はい。選挙率。むちゃくちゃできるわ、ほんなら。むちゃくちゃできるやん。しかも、ダウンタウンデラックスの演出まで肩掛けていてますんで。むちゃくちゃできるやん。何をするかなとか。はい、かそういったところもね、ちょっとやってみたいかなっていうのを思ってます。そんな感じかな、遠藤、あの、江戸くんね。はい、まあ、そうですね。はい。はい。まあ、もう妄想なので、はい。何でも OK です。なるほど。だから可能不可能はもう、二の次。うん。僕がダウンタウンデラックスを作るとしたら、みたいな。そうですね。それでもいい。伊藤さんが YouTube やるとしたら、やる。あとはあれでもいいよ。なんかもらった給料、全部募金とかでもいいよ。ああ。はい。それもちろんします。普段からね。普段からね。はい。普段から、ファミリーマートの募金箱に。いや、入れてます。小銭入れてます。小銭入れてます。ほら、そう。はい。そうです。全部小銭。ないんで小銭。小銭を崩れたら全部。全部いい。500円玉貯金の発想ですよね。500円できたら、もういい。小銭ができたら全部。全部いい。すげえ。だから1200円の時は悔しいはずなんですよ。1200円の時は2000円出して800円も。そうか、そうか、そういうことですよ。悔しいはずなんですよ。そうです。なるほど。全部入れます。全部入れ。うわぁ。なんやろ。YouTube か。はい。YouTube ってちなみになんか、やられたこと。やっぱないです。全く。ああ。ないんですもう一本すら制作したことない。ないです。ないんですよ。読売テレビさんではやったりもあるんですか？ YouTube だけでやることは。読売テレビ公式 YouTube チャンネルみたいな。チャンネルはありますけど、基本的にはもうプロモーションですね。ああ、もう番宣とか。そう。がほとんどなんで、YouTube オリジナルっていうのが、やっぱり、ま、今後はね、やっぱこういうのやっていかないとね、テレビ局もとはいう流れにはなってきてますけど、まだそこまでいけてないんで。もうテレビのプライドはやっぱりありますからね。すぐには YouTube に行かないと大事です。もちろんありますよ。いや、かっこいいっすよ。さあ、どうでしょう？どうなんだ？はい。YouTube か。でも YouTube でしかできないことで考えなきゃダメなんですか？いや、もうそんなことないっすよ。ないですね。はい。岡田として。岡田として。岡田として。岡田さんとしてか。はい。岡田さんとしてなのね。髪型をね。髪型、まずは伸ばすのか。伸ばすのもあれですよ。そういうことで。そういうことで。そういうことで。ブランディングだから。ブランディングを一緒に。そうね。確かにね。はいはい。でも岡田さんってめちゃくちゃ人脈。
とかってあります？いや、まあ、めっちゃありますよ。いやいやいや、まあ、人脈というか、まあ、友達好きな人が多いんじゃないですか。勝手に売れたんですよ、でもみんな。うん。フワちゃんとかもね、僕、そうですね、僕よりお金もなかったですし、うん、福田さんも全然出てなかったし、温泉同士も全く売れてなかったですもんね、会った時最初。そんなんばっかりですよ、みんな。チェルミコは急に売れ出して、チェルミコもそうですし、まだ今まで平成フラミンゴなんかもう、うん、今めちゃくちゃすごいけど、うん、その時なんかも10万人も行ってなかった。行ってなかったっすね。だからびっくりした、勝手にみんなが。こっち、三波さんがもし遠藤さんに入れ替わったら何します？ああ。いや、もうだからパーティーでしょ、まず。いや、ええねん、パーティー。そんな業界ちゃいますよ。ちゃいますよ。そんな、大体そんな、そうでしょ。そうでもない。しかもそんなことじゃないじゃないですか。今のテレビ。あります？昔はわかんないですけど、今はね。手付けすら出ないですよ。節約でないですか。節約ですよ。楽しく配らないですか。もう配らない、配らない。もう無理。もうそんな世代じゃないです。違いますか？違うんですよ。変わったんですよ。変わったんですよ。ね、むずいなぁ。ダウンタウンデラックスですもんね。ダウンタウンデラックス。ね、まあでもそこ、まあ岡田さんとか抜きになっちゃいますけど。はい。あ、確かに。なんか、まあ YouTube、まあ YouTube として、例えば考えるとして、はい。なんかこう、まあ別にテレビでもやるかもしれないですけど、はいはい、まあちょっと、やりたいのが、まあ一回これ、まあテレビでも一回考えたことあるんですけど、はいはい。なんか、僕あの、Google あるじゃないですか、Google。Google ね。Google ね。はいはい。だから、Google って言うじゃないですか。はい、はい。Google っても無駄っていう企画をやりたいなって、すごい思ってた、思ってた時期っていうか、まあ別に今もやりたいんですけど、はいはいはい、要はもう、まあこれ、ある意味、なんやろうな、テレビの今の作り方への、まあ、反逆でもある。アンチテーゼ。まあ要はアンチテーゼにあるんですけど、まあ僕が、まあ別にそのなんか昔が良かったとか、昔に振り返るなんて全く思ってないですよ。はいはい、でもやっぱ僕が入社したぐらいまで多分ギリギリ、すごいアナログがまだ残ってたというか、はいはいはい、まあ、編集機もまだノンリニアが導入された直後ぐらいで、うん、僕リーマンショックの年に入ってるんですけど、うん、要はまあ、AD のリサーチとかってすごい足をまだ使ってたりするんですね。はい、図書館とかもやっぱりまだ通ってましたし、いろんな記事を取り寄せてみたいな。なんならもう街中に出て、はいはい、人探してくるとか、まあ、そんなのをやってた時代のギリギリかなって、はいはいはい。タウンページを開いてたってことですね。タウンページ開いてた。ね。はい。いやー、すごいわ。でもやっぱ今ってこう、もうネットでやっぱりこうリサーチする、うん。はいはい、はい。それは絶対便利やし、はいはい、そっちの方が絶対いいんですけど、うんうんうん、もしかしたらそれをやってることによる、ネットだけで探してるから漏れてることも。なるほど！絶対に。はいはいはい。要は、Google は世界最大の検索エンジンかもしれないですけど、はい、そこに載ってないおもろいやつって死ぬほど言うわけですよ。言いますね。うん、はい、はい、ね。多分、岡田さんとかも YouTube やってて思うと思うんですけど、はい、なんか、そういう人で番組作りたい。いや、めちゃくちゃおもろそう。そう、だから Google、今から出る人たちをググっても何もヒットしませんよ。それだけが条件。確かに。はい、そういう人、で、例えば僕も、まあ、さっきオープニング、あれこれ、載ってたかわかんないですけど、塾の講師、塾の講師やってて、まあ、当時の同僚とか、はい、で、同僚とか先輩なんですけど、うん、魔界村っていう、はい、ゲーム。超昔の、めちゃくちゃファミコンの、はいはい、超昔、めちゃくちゃ難しいやつ、はいはい。で、当たったら裸になって白骨化して死ぬやつですけど、うん、はいはい、あれを、一面だけ限定なんですけど、はい、足の指でクリアしたりするんですよ。おもろ手じゃなくて。はいはいはい、めちゃくちゃおもろいじゃないですか、はいはいはい、その人、はいはい、先輩ですけど、はい。まあそんなことは Google は知らないわけで。そんな、なんか面白い人。で、僕が全く知らない人でもいいんですけど。はいはいはい、を、なんかこう、会って。はい、いろんなことやってもらうとか、トークしてもらうっていうのはなんか YouTube、まあ、テレビでもできますけどね。テレビでもできますね。まあ、YouTube でも全然、うん、まあ、ネットとの相性はありますね。相性はありそうですね。岡田さんだったらなんか人脈も広そうなんで、なんかそんなことも広そうなんで、はい、っていうちょっと企画は、なんかどっかで、なんかでやりたいなーっていうのは、思ってるんですよね。これちょっと注意ですね、今。あ、何？これはもう今のいい企画。はい。これも、聞いて。いやいや可能性がありますね。はい。なるほど。ましょう、一緒に。ちっちゃい子で俺もう一個言ってもうた。P 入れますねって言った後すぐまた言った。めんどくさいことだった。確かに、浦添の YouTuber が。YouTuber。ほんまやね。
まんま、これをまんまやるかも。やるかも。送られるかもしれない。うん。そう、これなんかやりたい企画の。おもろい。ググっても無駄。ググっても無駄。だって、乗ってないから。乗ってない。ね。だけが条件。ああ、すげえ。まず、検索して、ないっていうのを見せて、ゼロくっていう。ああ、めっちゃいい。やりたいな。確かに確かに。ググっても無駄、いいですね。いいですね。はい。うん。わ。なんか、お母ちゃんは。僕は、あるダウンタウンデラックスで、わかんない。あったんかもしれない、過去。うん。めっちゃシンプルに、それはね、ダウンタウンさんがやっぱ面白いんで、あんま変なことしたくないじゃないですか、やっぱり。なんで、なんかやっぱやりたくないことというか、初めてやることを見たいですね、ダウンタウンさんが。その、例えばビールついでるとことか。まっちゃんと。あ、こっちでこっちで。あ、そうですね。こういうビールサーバー。ビールサーバーも。ビールサーバーでこんなついでるだけでもね、見たいというか。ね、二人でカラオケ行って、ああ、いいっすね。定点で撮りたいとか。絶対やらないですもんね。絶対やらないですね。だからさ、もうちょいおじいさんだったら、ビールぐらいはやるかもしれないですね。ビール。だったらやるじゃないですか。そういう企画ですね。そうそうそう。とか、ガイロン当ててる。ガイロン。ね、これ畳み方とかどんな畳み方すんだよ。人によって違うからね。違うから、そう、YouTube みたいな、でもちょっと、これも。そうね。でもまあ、テレビでもできる。でも、ダウンタウンさんとのつながりがあるから、そういうことをやりたいっていう。やりたいっていう発想に。これ遠藤さんなんで僕は。いやいや、そんな今遠藤さんやってるんで。いや、ほんまにその、あと、なんかちょっと芸術、アート性の部分もやっぱ見たいですね、二人の。なんか粘土とかにも、粘土はやってたか。わからんけど。でもこの間フジテレビでやられてましたよね、あの中見てみたいな。はいはいはい。ゴールデンウィークですね。ああ、はいはい。松本さんが。何をやってた。ああ大学生が、そう、形にする。形にするっていう。松本さんの発想。いや、めちゃくちゃ、僕、こんなん言ったらめっちゃ語弊あるかもしれないですけど、うん、松本さんって、めっちゃ発想 YouTuber じゃないですか、うん、昔から。はい、はい、なるほど。なんかいろんなことやられてるというか、うん、僕あれめっちゃ好きやったんですけど、フィギュア。世界の珍獣っていう、ダンランムササビとか、ヤドゴリとか、なんかガキ水とか、お水とか。はいはい、ありました、ありました。なんか全部、最終ゴール地点は、うんお笑いってなってるけど、全部お笑いにするっていう、その全部に松本人志っていう魂を込めて、それを商品として提供するとか、楽しんでもらうとか、図鑑とかもやってたし、本もそうです。はいはい。なんか、意外とこうずっと柔軟な感じですよね。勝ち、勝ちではないというか。そう、そういうところが好きです。全然関係ないですけど。いやいやいや、そう思う。いや、思い、喋ってて思ったなって。いや、みんな好きなんだな。めっちゃ好きっすよね。え？そうなんですよ。もちろんね、漫才も最高に、最高。最高やし。はい。なんか全部ね。結構今、くら寿司のまた CM もいいのよね。いいですね。あの掛け合い。いいですね。うん、本当に。なんか、すごい、なんか、すごい上手いというか、出し方が。もう、和気あいあいとした感じのやつが出てて。で、しかも還暦じゃないですか。より良いんだよね。確かに。そう。あと、あれやりたいです。どうやったらおもんなくなるのっていう。松本さんが。松本さんが。そう、ダウンタウンさんが。めっちゃおもんなくしようとみんな頑張って。逆に。全然。は、なんか、ドンキの、本日は主役とか。ああ。つけたり。もう滑ってるやん、やってる。滑らそうっていう。なるね。でも、滑らないですもんね。やっぱ逆におもろいとかなっちゃうっていうのとかも、もう見たいですね。これはちょっと、話は変わりますけど、はい。なんか、遠藤さんが、発掘した若手みたいなとか、発掘ってか、使うの早かったよみたいなのあります？例えば。そういうのはあんまないですか？使うのが早かっただけですよ。意外と使うの早かったな、みたいな。そこまでそんな、あれはないですか？思い出は。いやいや、いや、だそれで言うと、多分テレビでちゃんとその DJ 松永さん MC にしたのは僕かもしれない。二度子は、結構、まあ、
いや、一番かどうかあるんですけど、はいはいはい、早めにやらせていただいたのはあるのと、あとこれ大阪時代ですけど、はい、あくまで大阪の、僕最初やった時、自分の特番を最初の企画でやった時に、うん、大阪なんで、うん、それローカルの番組だったんですけど、はい、まあ、大体関西の芸人さん使うんですけど、はいはい、まあ、僕出身関東っていうのもあるんですけど、MC ナイツさんでやったんですよ。おー、めちゃくちゃ好きでナイツさん。そことかは結構まあ早かった。本当にそうですね、今でも思い出深いのはあるかなっていうのはすごいありますかね。そういいですね、うん。うん。大好きですね。でも先週6月もね、あの特番で、はいはい、全国放送の、あの、何でしたっけ、ザモチ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 、こちらの方も2週連続でそうですね、オンエアして、あの河合ゆずるさんと、そうですね、河合さんでね、アインシュタインさんと、これ何かで見れるんですかね、まだちょっと時間経ってます。いつでしたっけ、もう TVer は多分配信終わってると思うんですよ、通常であれば。なんか他で見れるものあるんですか。7月10日だとないかな。あ、もうなんか読売テレビの公式何もないんですね、あれは。見れないんですよ、もう。ね、うちの絵も配信してるんですけど、2週目が1週間で終わっちゃうから、ちょうど終わったぐらい。終わったぐらいですね。そうですね。なるほど。はい。そうですね。でも、本当にそうですね。まあ、新しいって何かな。時期がめちゃくちゃその、あお互いかどうかは別ですけど、はいはい、結構その MC の組み合わせとかめちゃくちゃこだわりはしますね。やっぱりなんかこう、見た感じ、既視感はないようにはしたいなと思って、ね、さっきの本当に劇団ひとり、ファッサマウイカ、ね、DJ 松永でも今でこそ 3MC のなんかこう、ですごい増えてきたんですけど、はいはい、ちょっと当時、結構珍しい。あ、確か3人は、だいたい2人か1人か。そうですよね。そうそう。3人でも、今でもそんなないですよね。確かに。今でも増えてきたかな。あ、そうですか。うん。そういう感じの、新しかったのと、ね、今回も、河合ゆずるさんとヒコロヒーさん。はいはい。組み合わせ、まあ、やっぱ、組み合わせで何かこう、うん、これまあ、ね、そういうことを言ってた作家さんもいますけども、今やもうね、多分選択肢がもうだいぶ減ってきてるから、はいはい、組み合わせの妙でやるしかないよっていうおっしゃる方もいて、まさにそうやなと思ってるんですけど、そこがなんか、既視感があると、うん、なんかこの人とこの人かってなるよりは、はいはい、ちょっと新しいのは、なんか、そこはこだわりたいなっていうのはありますね。同じ MC の方の組み合わせだったら、たまに既視感みたいな。ね、そうですよね。そうそうそう。全然企画が違ったとしても、うん、なんとなくその、見てるときに思っちゃうときは多分あるのかなって思う。それ、組み合わせ同じやつを違う番組でやってもいいもんなんですか？まあ別にタブーではないですけど、まあでもその組み合わせ一緒っていうのも、いやいや、例えばですよ。これ別に、はいはい、じゃなくて、じゃあまあ、多分 MC としてじゃ東野幸治さんって素晴らしいじゃないですか。はいはいはい、もう大天才だし。はい、でもじゃあ、東野幸治さんと、なんかアシスタントの女の子っていう、例えば組み合わせがあったとして、超安心してできると思うんですよ。なぜなら東野さんが超優秀だから、じゃあ横にさ、佐藤しおりちゃんを置こうとも、ね、ここがじゃあ、誰やろな、今出てバラエティよく出てる女の子になれるんですかね。今は、だからあれですね、ミッツマングローブとか。違いますね。じゃあ、これじゃあ、渋谷なぎさちゃんだとしてもね、そうそうね。ね、これ、王林ちゃんだとしても、ね。でもこれってまあ、大きくは僕は一緒かなと思うんですよね。この組み合わせで。東野さんっていうもうとんでもない人がいて、ね、女の子がいるっていう。はいはい、ここにはいやもちろんそれがベストの番組だったらそうするんだけど、はいはいはい、自分が一から立ち上げた番組の時はなんかそうじゃない組み合わせですね。そこももうほぼ同じと捉えて。いや、すごい今。確かに。キュンときましたね、これ。キュンときた。で、刺さりました。刺さりました。できればですよ。刺さりました。確かに。すべてがうまくいくわけでもないですけど。カンテレの、行ったじゃない、はい、?1 月に。マルコ・ポロリ。マルコ・ポロリ。うん。で、東尾さんの横って、あれ、曲穴です、ね、なんですよ。はい。多分、東尾さんの場合って、もう、そっちでいいかなっていう、うんうん、イメージ。そうですね。うん。横が目立つっていうよりは、もう東尾さんが、ね、うん、やっていくから、大体。確かに確かに。だから、確かにその、考え方は確かにですね。何かでこう、そうですね。もちろん企画の内容もなんですけど、MC というか、その前出る人、顔になる人の、ちょっと組み合わせも、まあ、そこはやっぱり、うん、まあ、こだわりたいなっていうのはもちろん。はいはいはい、まあ、それも、いろんな考え方ありますよね。それは安心感のある人でこの企画をやろうっていう発想のもちろん、それは僕は否定しないです。はいはい、僕のやり方はそう。ただ、安心感を求めると、うん、やっぱりちょっと似てしまいますよね。そうですね。それはあるんだ、うん。僕も今年、初めてちょっと CX の方で、うん、
キャスティングのお仕事番組でやったんですけど、やっぱ企画会議に参加してると、やっぱ似ちゃってるんだよね。あれ、よく見る人だなっていう、もう、ホワイトボードの、で、優先順位みたいな。なんとなく似てるんだよね。あ、やっぱそうなるんだ、みたいな。で、こっちはなんかこういう人はどうでしょうかって時に、ちょっと、まあ新しい子を入れると、ん？誰だ？みたいな。だからやっぱり順位下がっちゃう。だからそういうのもあったから、そうですね、やっぱ似てくるっていうのはそういうロジックがあるんですよ、ね。それはある。安心感とか、あ、ここにこの人置いとけば、多分ちょっと安心できるし、いいよねっていうのが。まさに、だからさっきの、ググっても無駄のマインドだと思うんですけど、だってもう、ね、ググって出てくる人って安心感あるじゃないですか。そっかそっかそっか、ね。確かに。もうともすれば、ともすればちょっと、もうこれはもう批判っぽくなりますけど、言う人いるんですよ。あの、このネタ、ヒルナンデスでやってたからいけるやん、みたいな。ああ。僕は逆やと思う。ヒルナンデスでやってて、ってことは、このネタは見えるネタやと思うプロデューサー演出もいるわけですよ。はいはいはい。それは、まあそれは別にその人の価値観です。まあまあ、僕は絶対違うと思って、ね、そうそう。それは恥じるべき。いや、こっちが遅かったんやっていう。そうですね。そのスピード感で負けたんや。だからそのネタは、やらんときましょうよが、僕は正解だと思うんですけど、やっぱそういう発想の、もちろん。はいはいはい。もあるんやな。うん。なんか、そうそう。それは大事にしたい。そう。ちょっと最後の。はい。時間もね。また、これもう、また経っちゃってるんで。ほんまや、これは超えてんねや。超えてるんです。はい。ペットボトルキャップきっとここでストップ、バチ当たるって思ってまう、忘れてったジュースシンクに流した、君のことばかり見ていたな。ケアだけじゃあかんかな。好き好き好きすぎ、どうしよう。しっかりまっすぐ伝えたいこの想い、ギュッと抱いてキスできるわけないか、まだ僕の片思い。振られてもスキップ思いたいまいか、思えず動けないまま。ペットボトルキャップずっとここでストップ、バチ当たるって思ってまう、忘れてたジュースシンクに流した、君のことばかり見ていたな。ペットボトルキャップとここでストップ、バチ当たるって思ってまう、片付けの最中資源ゴミは来週、君の休みは明日だよな、君のことばかり見ていたな。
しめるスイミング、ただいま会員募集中。ガルフにマカチョーケー、ガルフにお任せダイエット、ガルフにお任せ健康づくり、設備も充実、楽しく運動、スポーツクラブはガルフ。ガルフスポーツクラブ富城前田牧港会員募集中ということでございます。お母ちゃんが最後何か聞きたいこととかない？いや、でも、はい、ないんやろ。これ、長なりますか、ね、もう、これラストだから大丈夫ですよ、これはもう。最後音楽がパッて挟みますから、ちょっと。ああ、その、後ろ流しの。後ろ流しにしますから。感動する系の。はい、いや、でもその、さっきの、うん、その、どこどこのでかいところがやってたから、うんうんうん、それやらん方がいいやろっていうのをめちゃくちゃ、同じような。アグリー。アグリー。いや、アグリーええねん、その同意のやつを。そのビジネス用語で言うとき。アグリーというか、はい、完全アグリー。カンアグです。カンアグでしたね。カンアグ。いや、すべてが僕もできてるわけじゃないですよ。うん、でも、マインドとしてはそっちやろっていうね。うん、はいはいはい、そうそう。新しい。そっちがいいってむしろ言うぐらいの人もいるわけだから、ね。そうそうそう。そのやってたことが、確かに。そうそう。むしろ保険効いてるっていうふうに言う人は、どやさここで来る人わかるんです、僕はもう来る人来る人。でも YouTube でも結構ありますもん、うん、この伸びるやつを。あ、そうですよね。どうでもそのいじるんですよね、うん、おもろい人は、うん、でもそのもともとあったものの乗っかり方がすごい、うん、あ、芸術的やなと。例えば中田敦彦氏への提言っていう動画出た時に、さらばさんとか、アバガルスさんとか、ああいうあれやといいですけど、その言ってることって真逆ですもん。そう、同じように見えてる。そのフォーマットが受けるから、そのフォーマットでやっていいんじゃないってことですよね。そこにがあるから、これいじっておもろいんやとはちゃいますもん。それ結構大事ですね。確かに。おもろい。おもろい話。いえいえ、すいません。大丈夫。勉強になりました、本当に。勉強になりました。これで本当に日本が少しでもね、ほんまにいい方向に行って、まあ値上げの今世の中ではございますが、そんな、はい、明るいこともありますよ。テレビをね、そこまで行く無料でテレビが、うん、なるほど。ラジオも聞けますし、確か無料ですから、ね。そしたら無料で笑えますしね。無料で情報やるし。すごいですよ。テレビが無料っていうのはやっぱりね。テレビが無料ですよ。最初から撮らなかったんだから。最初から。え？あ、最初からね。なぜか無料放送なんだから、ずっと。うん、確かに。どっかでね、撮ってもいいだろうと思ったかもしれませんけど。ね、まあ、皆さんも衣装書いてましたもんね。書いてました。書いてましたよ。あ、書いてましたっけ？ね、その、もう全員から100円でも撮ればもっと、でも、ね、っていうことも、あの時代に提言されてたもん。早い、全部早い。そう。衣装書いてましたよ。全部早い。うん。無料で。YouTube 的な動きしてるかわかりますけど、うん、もう、そのこととか全部やってますもん。うん。全部やってる、あの人。すごいっすよ。すごいわ、あの人。天才やった。天才っているんだね。いました。いや、本当に。ちょっと、これからも松本人志、うん、浜田雅俊、追いかけて。エンドがその、エンドみたいな。アンドと、かかってみたいな。かけ今の指摘、松本さんっぽいです。いや、今がややこしいって、松本さんよう言いますよね。恥ずかしい。そこにその言葉使うなんて、すごい言いますよね、松本さんって。確かに。使うわ。確かに。ありがとうございます、ほんまに。ありがとうございます、本当に。いやいや。じゃあエンディングでございます。はい。ということで、ユンタクラフティーナイトや感想やご要望など、あなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは、ユンタクアットマークパッチューネ 21.com、ユンタクアットマークパッチューネ 21.com です。ツイッターのハッシュタグは、ユンタクラフティーナイトです。ぜひ、たくさんつぶやいてください。最後に、なんか告知とか、なんかこれからの活動とかいろいろ含めて、何かありましたら。告知、はい、はい。あとは、チャンネルの番号とか。サラリーマンですよ。ただのサラリーマンですけれども。はい、まあ、読売テレビのね、はい、局員として、はい、今日はちゃんとあれです、社外活動報告書をちゃんと提出して、はい、しております。はい。これ書かれてるんですか、はい、カスタム帳を通して、カスタム帳、はい、はい。やっておりますので、はい、せっかくなのでね、はい、まあ、関西圏では10チャンネル。はい、チャンネル。で、全ての番組じゃないですけれども、読売テレビが制作している番組が日本テレビとかね、はい、もしくはいろんな地方でも流れておりますので、はい、日本テレビだったら4チャンネル。4チャンネル。日本テレビ。はい。流れておりますので、はい。はい、まあ、まずはダウンタウンデラックス。はい。はい、ぜひ、沖縄でも流れてますし。流れてます。沖縄はね、晩飯でしょ。晩飯ですよね。晩飯絶対やるから。でも沖縄で、
生放送とかよくあれ知ってました？沖縄でスペシャルのね、はい、以前だから沖縄映画祭があった時にやって、はいはい、とんでもない大変なんですよね、はい、僕が入る前だったんですけど、はいはい、実は5年前ぐらいまですぐ入る前ですけど、すごい準備も大変で、はい、沖縄までわざわざ行って、そうですね、演者さんも皆さんも行ってやって、うん、生放送あれ2時間やるわけですよ、はいはい、沖縄放送されてないんですよ、ね。なんでないんだもん、なんでないんだもん、なんだもん、生放送ないんだもん、あれ何をしてんの、しょうがないよ、ないんだもん、デカボケやな、それだけでも行く必要はありますね、そうなんですよ、そのボケのためそうなんですよ、しかもそれを最初の方放送したのは浦添市なんだ、えあの会場が、俺たちがほんまや、あの、あれ行ったとこや、行ったところ、あそこ会場なの、イベントしたところ、あそこでやってんすよ、すげえ、だから、はい、ぜひ、はい、読売テレビの番組、はい、皆さん見ていただいて、はい、で学生の皆さんは、はい、はい、就活で、備考欄に、はい、ユンタク、ラフテーナイト見ましたと、はい、見ましたと書いていただければ、はい、遠藤なりの下駄を出せていただきます。なんの影響力もないですよ。うちの番組に問い合わせないよね、読売テレビのなんか人事から人事なんか何してんねん、エントリーする人にユンタクラフテーナイトを見ましたって書いてるんですよ、なんか言いましたって、ね。いやいや、社外活動報告書を言ってたから、勝田部長に出してるから、ね、そうですよね、ちゃんと。はい、ちゃんとエビデンス取ってますね、はい。はい。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きお願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ユンタクラフテーナイトでした。イエーイ。さようなら。指笛。指笛。失敗した。失敗したとかわからんぐらい、ちょっとようわからんかったです。